僕は今受験生です。受験まであともう少しで不安も募るばかりです。そんな僕に安心させてくれるようなものすごい一言をください、お願いします、ということでございますね。はい、どうぞ。まみるとん君、どんぐらいなんでしょうね、期限は。まだ勉強する、これからが勉強じゃないですか。夏休みが受験生にとってはね、天王山と呼ばれる夏休みがやってきますから。で、センター試験がだいたい1月の中旬ぐらいでしょ、うん、で、だいたい大学国公立であれば2月かな。で、発表が3月の中旬とかで、もうそのまんま引っ越し手続きとかを一気にみんなしないといけない。なるほど。じゃあ私からですね、安心する一言を言わせていただきましょう、はい、なるようになりますご安心ください。決まってんだな、うん、頑張るも頑張らないもどうせ決まってることだろうし、うん、受かる学校受からない学校必然みたいなものがあるんじゃないですかね、うん、はい、なるようになると思います。私も大学は1回志望校4大落ちちゃったんですよ。おお。で、志望校の短大の方に入れたんですよ。落ちちゃったんで、絶対4大に行きたかったんで、編入のコースを2年間頑張って、はいはいはい、あの成績が良ければ上がれるらしいんで、うんうんうん、2年間頑張って4大に行ったんで、最終的には行けたんですよ。へー、おめでとうございます。ありがとうございます。なんでいろんななるようになる、大丈夫ちなみに私も志望校であった東京大学には落ちましたけれども、まあ今こんな感じでやっております、うん、だからね、なるようになります、うん、ただ勉強はしといて損はしません。めちゃめちゃ勉強は頑張った方がいいと思いますね。結果としては勉強やった方がいいです、うん、絶対やった方がいいです。頑張ってください。頑張ってください。